ニンニクもね、いい感じで蒸されてね。この煮込みうどんがうまいんだよね。はい、どうも、料理の兄さんリュウです。はい、ということでですね、今日も元気に行きましたね。あ、シラフなんですけども。ということでですね、今回はですね、コラボが門谷さん、僕もうごま油はね、門谷さん使ってないので、前にですね、門谷さんと一緒にさせていただいた時は無水ビールごま油鍋っていうのを作ったんですよ。めちゃめちゃうまいんですけども、今回ね、それをさらに超えてしまうかもしれないですね。めちゃめちゃうまい鍋作ってきました。薄いネギ塩ごま油鍋になります。うまいんすよこれ。門谷さんの純正ごま油濃い口、これね、深く焙煎してあってですね、香りがすっごい立つごま油になるんですけども、こちらの風味を最大限に生かしたですね、お鍋を皆様にお届けしたいと思いますので、ご期待ください。リュウジのバズレシピ。それでは材料説明の方いきたいと思います。今回ね、お鍋になるんですけども、鶏肉のお鍋になります。鶏もも肉を、200g、 白菜 250g ですね、8分の1個ぐらい、長ネギ1本、太めのもの 120g、 こいつをもう丸ごと1個使っていきます。で、あとニンニクは1かけ、レモン汁ですね。できればこれ生のレモンもぜひ用意してください。これで、あと黒胡椒、中華ペーストです、小さじ1半ですね。お酒、料理酒じゃなくて日本酒がおすすめです。料理酒でもできなくはないんですけども、料理酒だとちょっとしょっぱくなっちゃう。こちらが門谷さんの純正ごま油濃い口、この濃い口の香り高いね、香りをですね生かしたお鍋になりますので、こちら、門谷さんの濃い口を用意してください。ではですね、やっていきたいと思いますけども、手伝ってくれる方がいらっしゃいますので、ご紹介、させていただきたいと思います。紹介させていただきます。今回手伝っていただける、はい、ハイボールさんです。はい、じゃあ乾杯。これ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 、はい、ということで、ぜひぜひやっていきたいと思います。そうですね、これザックザックと、はい、切っていきます。2センチ幅ぐらいですか。2、3センチ幅ですね。ぶち込む。一人用のお鍋でやっていきます。 1.5 人前ぐらい入るお鍋なんですけども、これ今回ね、無水調理になるんです。大体これで1人から2人前おネギさんはこれね、切り落としてね、小口切りしていきます。で、とろとろ煮込むんですけども、スープになじませたいので、ちっちゃく小口切りにしていきたいと思います。ネギの香りがね、ごま油とね、合うんですよ。この濃い口のごま油と、青いところも今回入れちゃいます。で、青いところなんですけども、この間に砂が噛んでることがあるんですね。ここ洗いましょう。洗っていただいて、こうザクザクと切っていきます。はい、こんな感じですね。臆することなく入れてくださいね、これね。ちょっと押し込んでもらって、でもね、八つ切りのものを最後に絞って食べるとすっごく美味しいので、八つ切りにしておきましょう。はい、で、鶏肉なんですけども、まあ、僕は半分にしていただいて、薄く切る方がね、美味しいです。こうやってそぎ切り、皮もお鍋にしちゃうと美味しいので、はい、ドカッと、ここに真ん中にね、これ入れてください。お肉の上じゃなくて、ここの真ん中に埋め込むとすぐ溶けますんで。そしたら、この上にこのね、お肉ね、お酒大さじ4、そして今回の主役、門谷純正ごま油濃い口大さじ1と半分で、一かけ全部おろしちゃってください。これをで、これを蓋して、これで20分ハイボールを飲みながら待ちます。はい、ではこちらが20分ちょい煮たものですね。穴から吹けてる蒸気が、これでもう飲めるんですよ。これで飲めるんですよ。これ門谷の純正ごま油の濃い口の香りがあるからこそ、湯気飲み、これができるんですね。あー、うまっ。どうなってるんでしょうか。おほほほほほ、ニンニクもね、いい感じで蒸されてね、ニンニクをね、ちょっと鍋に溶かしてあげて、生のレモンでもいいんですけども、最後に小さじ1と半分かけちゃいます。なんで最初に入れないかっていうと、豚汁をね、煮込むとね、あ、酸味飛んじゃうんでね、後入れです。これは黒胡椒、黒胡椒ね、多め、思ったより3倍入れてください。いりごま、ちょっとね、ひねってください。じゃあこちらですね、無水ネギ塩ごま油飴完成でございます。
ではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと助手がいないんですけど、助手を連れてきます。できましたので食べていただきます。じゃあ皆さんいただきます。うまっ。これマジで半端ないです。これ香りがやばいですね。ごま油とね、相性のいいネギね、クタクタのネギとごま油の相性は最強なんですよ。最強の鍋ですよこれ。レモンの爽やかさも加わって本当に美味しくなってますねこれね。レモンはね、お肉とかお野菜とかに押し付けてあげるんですよ。酸味がさらに加わってね、さっぱりいただける。こんなにさっぱり食える鍋今までかつてあっただろうか。ノンストップハイボールですよこれね。この帯でお塩こう振ってあげて、お好きな方はラー油試してみてください。角屋のごまラー油です。めちゃめちゃうまいからこれ。ハイボールタイム。めちゃめちゃ香りが良くてめちゃめちゃうまいんですよ。すげえ食っちゃったこのスープでうどん、締めのうどん、スープねちょっと残しておいてください皆さん。締めのうどんを今からやっていきたいと思います。はい、じゃあですね、大体食べた鍋です。で、この鍋に冷凍うどんをレンチンしておきました。で、こいつとですね、これ仕込んじゃう。煮込んじゃうんですよ、ちょっとね。お塩、これ好みの量、ちょっと足してあげます。黒胡椒、あとごま、ごま油も少し足しましょうか。本当に、ひとたらしやっていきたいと思います。やります。この煮込みうどんがうまいんだよね。野菜の旨味とか、ごま油の効果が全部入ってますが、この中に。いただきます。うまっ。最強のうどんが完成してる。これはうまいわ。ここにうどんを入れていただいて絡めて食べると本当に美味しい。そしてそこに加わるふわっとしたごま油の香りとレモンの酸味、ぜひ皆さんぜひ試してみてください。